はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。受けログがきついとかね、ブルルがどうとかガタガタ言ってる場合じゃないんだよね。気合い入れて、選出から試合中まで何から何まで卓だけど、気合い入れるしかない。まあむしろね、攻め構築は知らないことが多すぎてわけわかんないけど、受けログはどういうタグが起きてるかぐらいはちょっとわかるから、まあ、気合い入れるしかないね、もう。S 番が最後で負けるため。あとこれランドロス舐めていいかな。ドヒドバンギブルルってあげるとでも、なっとる終わるでしょ。ドヒドブルルランクルス。ドヒドイでは確定。ランクルス持ってないとさすがに納豆がやばすぎ。あ、終わった。選出間に合った。ちなみにナットレイがいると負けです。このエース番は大最高を持っているので、大最高を、まあ、打ってくる1点読みで動きましょう。もう大最高以外ないもんだって。ドヒドの際、入ってるクループに投げてくるエース番。ドヒドイでってだってエース番が役割対象なのにエース番が一番きついからね。あ、引くんだ。いや、これでもたまに、はい、負けです。まあ、間に合わなかった方が悪い。ランクルス投げる気はあったけど。ちょっと、足んなかったわ。続けて2戦目をやっていくんですけど、そんなことしてたら、5桁チャレまで来ちゃったわ。はい、チャレです。5桁チャレです。バンギラス、エアームド。土俵いらないな、ブルル。チャレはちょっと避けたいね、なんとか。初手ダイレがいいかな。まあ、ステロ巻きに行くか。まあ、こう真面目にやって、ここまで勝てないシーズン、今季が初めてなんだけど、さすがに心に来るね。ああ、初手はちょっと得したわ。ステロ負けるけど。なんか、まあ普通あるけど、その、最終日直前までずっと勝てなくて、終盤の3日間ぐらいで超気合い入れて、頑張るみたいな。それで、まあまあいいとこまで行けたことあるみたいなシーズンないわけじゃないけど、そういうシーズンって、本気出せばまだいけるって感じがどこかにあったけど、このシーズン、無理だーしかない。無理だーしかないからね。ステロ巻いて、まあブルル引きで持ってきといてよかった。ドヒドイないからあれだな、ウロスいじめる立ち回りができないね。守るで一回こだわってる技見れないのが本当にえぐいぐらいきつい。ウロスバンギラスの砂でフィールドなかったことになるの超悲しいけど、今日だ。これどっちだっけ、ハチマキだっけ。ハチマキか。あ、わかんない。ハチマキじゃないならじゃないで、土俵ではいればよかったって話だけど、まあ、これに出てくるのハチマキしかいないでしょ。ピクシーより確かちょっと硬いはずだから、こんなもんなんだよね。あ、間違えた。これ宿り木。押してないからブルルのヒットポイントが、あ、でもファイヤー死ぬわ、多分。ステロと。ああ。無気力だね、マジで。あ、死ななかった、ファイヤー。サンダーがいると話別だけど、マジで押し間違えた。本当にやらかした。今んとこ宿り切って、守ってから引けんだよね。ファイヤーに対しては。バンギが余裕ありすぎるから。それで、めちゃくちゃ楽だったけど。まあ、ダイアークかな。まあでも、それだったらこっちもダイマックスって、ウーロス二度とダイマックスしなくなるから、めちゃくちゃ楽になるな。暴風。まあさすがに切っ
ってくるかな。オクブラ打ってよくて、これ昼間やったっけ。まあ番組死ぬほど硬いな。急所ってこれか、強っ。まあ次無道に引けばいいか、それ大丈夫そうだね。サンダーに対してはバンギコン HP 残ってれば全然余裕あるでしょ。まあここも出てくるのウラオスだろうけど、まあでも裏読んで技をしてくるんじゃないかな、わかんないけどね。逆に無道いないと勝てない相手誰いたかと、ドリュか。まあ言ってもおかしくないけど、バンギとセットで出てきてステロ巻いてうんターンしてくるかな。いやでもこれ無道ちょっと切るわけにいかないな。まだで多分ブルル読みで技をしてくるから無道引きでいい。ドヒドイではねこういうの投げ放題だから、とりあえず投げとくかみたいな、投げれるんだけど。オッケー、クソ楽勝になった。まあこれ裏次第だけど、鉄壁から入っていいか。サンダーでボルチェンがちょっとうざいけど、まあステロスナ加算でぼちぼちいけんじゃない。うつろいだったね。これプレス打っていいか。最後詰めれそうだよね、こっちもダイマックスあるし。まあ、これさすがに飛ぶでしょ。メテオ。あとあれか。暗黒強打が一貫してた。毒好きでバンギラス全然食らわないから。まあ、ダイマックス枯れればどっちみちみたいな感じかな。メテオビーミング。一回耐えんのが偉すぎる。さすがに多分うつろいど。無道鉄壁してるし、うつろいど B ペラペラだから。いけると思うけどな。まあ誰か。ウーラオス側多分強打じゃないと無道倒せないから。それでいけるか。なんとかなりそう。一生この辺の順位帯にいるね、そういえば。まあ、5000位から5桁チャレに来て、やばいやばいっつってギリギリ戻るみたいな。そういうことを一生やってます。ダイマから来た。あー、まあでもナックルは耐えんじゃないか。ナックル打てないと思うけどな、相手。まあでもどっちにしビアのみあるから、ちょっとなんとかなってほしいな。ナックル耐えないっすか。それ耐えました。羽でよかった、羽でよかった話は大いにあるけど、プレスがめちゃくちゃ強い。ナックルもう一回打たれていいか。で、ワンギで大ウォールして、いや、ワンギで大ウォールはないわ、さすがに。あー、待って、ここ大ウォールだったかな。無道で跳ねしなかったのがバカらしい。まだ万儀からで良さそう。まあこだわらせちゃえばそれでいいわけだから、少しでも砂とか絡めて削っていけばいけるでしょう。雑だなこの辺の爪筋が。5桁チャレは勝ちたいね、さすがに。負けたくないからね。本当は、なんかまあ3桁とか、あすか、せめて4桁前半ぐらいでずっと動画撮りたいんだけど、今期に限ってはなんか、それは実現不可能だったね。だいぶ、今週盤にかけての動画、ほとんどこの辺の順位なんよな。
まあこれでインファじゃないと万騎士ないから、でインファ打つならブルルで詰めて勝ちって感じで、まあいいんじゃないかな。うん、まあインファならインファでブルル耐えるんで、まあブルル急所だと死にそうだけどしょうがないか。なんか無道で話しなかった僕が悪い。それはもうどんな負け方しても文句言わねえよ。しょうがないもん。勝てないシーズンはあるよ。てか勝てないシーズンがほとんどでさ、たまにごく稀に勝ててさ、なんかまあまあいい順位とか、自分の最高最終順位の最高を更新できるかなみたいなさ、そういう感じだし。よかった耐えて、急所だったら負けてたわ。無道で跳ねしなかったのがガチでバカらしかった。え、あそこ強打で入って、あーでも強打で入ったらこっちダイマックス切って勝ちか。まあ5桁チャレはね免れたんでね、明日からも頑張っていきます。 GG お疲れ様でした。